回は釣り講座になります、はい、あのちょうど稲葉さんが初めての釣りをしてたので教えてたので、はい、釣り講座にしたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、投げて、はい、下ろして、巻く、そう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 、ただ着水と同時にもっとバチャバチャせんというか、もっと食べても、そう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 、沈んだね。ただそのラインが引っかかるのも、うん、ちゃんと竿を触れてないから引っかかるんです。あ、触れてないからね。あの第1ガイドぐらいです。これが中に入ったら難しくもあるけ、そうそうそう、投げてもう着水する手前でカチャッとして、もう巻き始めたらもうバチャバチャなるぐらい、着水したと同時にバチャバチャできるようにした方が釣れやすいかな。ともう着水と同時に巻く、っていうかね、こうたるみが出るけんね、海があってこうフラワーがあったらね、ここら辺で巻き始めんとごちゃってなって巻いたら、この分の余分な糸を巻くだけになるけん、ここら辺でもう巻き始めん、で普通に巻いたらすごい速いスピードじゃないと表層こんけん、竿を上にやればやるほどゆっくりのスピードでもバチャバチャになります。はい、で親指でこの出るやつも調整した方がいいですもんね。こう投げて親指で出るのをゆっくりして、ここら辺でもうそしたらもうすげえ、こうして親指でちょっと調整してバチャって、そしたらほらもう落ちたと同時にバチャバチャできる。だけナブラ打ちに関しては実力だなって思う、うん、やっぱナブラの中心に入ったらなるべく穂先を上にしてゆっくり巻いた方が、もう下で高速やったらやっぱ速い、岩が速いけん食いミスするっすもんね。ナブラのど真ん中行ったらもうこれもうこうやってしようっす、あ、もうゆっくりバチャバチャさせる感じで、食いミスしても、食いミスされてもコンって一緒になってももうそのままこうたら2匹目が食ってくるけん、先と追いんと3回ぐらい当たってから釣ったっすもんね。こうギューンって感じやけ、だけどそう、こんな時に合わせたらせっかくナブラの中心にあったけピューンって飛んでいくけ、俺は向こう合わせか合わせない、あ、そうだ、合わせって言っても乗ってからの合わせです。あ、乗ってから、当たって合わせじゃなくて乗ってから合わせです。だけど多分向こう合わせで、向こう合わせっていうか、これは竿を立てるって感じです。竿を立てる、こういうこと、古いわね、こちら、まっすぐこうね、で本当に抜けた時に上のこと言って目に刺さったりして、なるべく自分の顔に飛んでこんような角度でこう操作したり、どうなって人じゃったらいい、そう、ずっとこうやりよったら抜けた時顔に飛んできたら、でこっちにこうしたりこうしたら、ほんでも向こうに飛んでマジで目に刺さったりするけどね。だけどサングラスした方が本来いいかな。こういう系の釣りは特にバレやすい釣りは、バレやすくて重くて青の系か、だけ立てたまんまでもずーっと最後までこうやりよったら、ここら辺でバレたら飛んでくるけん、近づいたらもう絶対ダメ、こんな感じで真上に飛ばすか横に飛ばすか、自分のより大事かもしれない、顔に本当に飛んでくるけん。稲葉さん練習、あ、こう、こうです、なるべく高い位置にするだけで、おー上手で、もうカチャって、そうそう、でもあーいい、この飛距離あったら十分、十分マジで、でバチャバチャまだなってないけど、もっと早う巻かんと、あー、どうか、遠くにあればあるほど早く巻かんとバシャバシャならんし、手前やと早すぎると飛んでしまうけん、遠い方が早巻き、近い方はゆっくり、うまいな、投げて落ちる、もういいっす、カチャってして、でもう巻き出す、で早、あ、そうそうそう、でバチャバチャなってるでしょ、はい、でこの感じを見よったら、ちょっとずつゆっくりせんとルアーが飛んでしまうと分かるっすか、はい、ピョンって飛ぶけん、はい、今完璧っす、今落ちた瞬間バシャバシャできたし、完璧完璧で、こうなるとちょっと下げんと逆にピョンピョンって浮いてしまうけん、あ、ね、あー、こういうところは、サウナはサウナ、コータ何も言われんでもできよんね、コータ上手か、上手かセンスで、そんくらいになったらちょっとずつ低くしていってみたいな。なんか稲葉さん、こうずっと投げてる間ずっとちょっと一瞬持ってて、なんか投げる感覚としては
まずこのルアーの重みを感じるのが大事で、こうやって後ろに行った時に重み感じとるでしょ。手離すまでずっとこう重みがかかってる状態がいい。で、稲葉さんの極端に言ったらこんな感じになりますもんね。で、重みが抜けよっけ飛ばんすもんね。あと竿も折れやすくなるけ、だけ最初からギュンってするよりギューって投げる感じで重みを最後まで乗せたら飛ぶし折れにくいし、重みをずっとこうずっと乗っとったでしょ、重みが。あのコツとしては後ろに構えて、で、重さはこう乗せてるでしょ、はい、これの時になるべくルアーが自分より遠い方が飛ぶ。で、結構ブラブラ鳴りよってわざとちょっと揺らしてみてください。で、揺らしてルアーが自分より離れた瞬間にギュンって加速。そうそうそう、こう揺らして奥に行った時に、そう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 、コツとしてはそう揺らして奥で投げる、奥で、そう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 。ああ、でも今んとはやっぱ緩んだけんラインがたるみで通すもんね。で、どっちかというと後半遅いのかもしれん。で、もっともっと力いっぱい振り抜いていいかもしれん、はい、振り抜く、あ、遅いです、遅いです、遅いね、遅いけんラインが抜けようっす、あのたるみができよっけん。あ、そう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 、そっちの方がダメージもないし飛んだでしょ、倍ぐらい飛んだでしょ。コーター投げてみて、はい、稲葉さん、違うわ、太田くん、もう、いや違う、もう一人前やったよね、今で上手かよね、一流、一流そりゃ稲葉さんだけつれいよ、つれいよ。大きい群れだ、いっぱいいるぞ。サイズはちょっとあれだけど、危ないよ、はいよ、よいしょー、来た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 、よいしょ、おお、でかい、重い、ナイス。投げてイカがグーって動かないようにパンパンって動くようにしたいですよね、はいはい、で、その時に生さんのちょっと大げさに言うと、はい、こんな感じだったらグーって伸びるでしょ、はい、で、これを瞬間的にこうやったらドラグの出よっけチュッて、ある程度動いたらもうドラグが出て動かんように一生懸命みんなこうジャッジャッてしようっすもんね、はい、で、こうなってるっけこう動かんでピュッピュッてなるんですよね、はあ、で、稲葉さんはドラグも出ないし長いけギュンってイカが動きよっすもんね、壁が、で、そうなるぐらいならもうちょっとだけでいいっす、こんぐらいで、ドラグ出さないぐらいでしゃくるなら人によってはもっとゆっくりして、こんくらいでしたら分かるでしょ、これがビュッて出るけん、ピュッピュッてしか動けないですもんね、これを例えばこうめっちゃ締めてこうやったらビューって動くでしょ、それを調整しながら瞬間的にこうその場でこうなる、なるべくその場でなるようなイメージがいいです。稲葉さんはなんか一回し確かに分かった、たるみがないけんかな、ラインがパンパンに張ってる状態から巻くけん移動が大きいのかも、そんくらいの状態からジャッて、あ、でも、ね、でもよかったよ、ね、あ、あ、いいいいいい、ちょっと高くやりすぎ、それをもうちょっと短いストロークで、はい、ハーフスイングぐらいで、お、いい、お、いい、あ、いい、普段のしゃくりがそれですね。で、なんかちっちゃかったらもうちょっと緩く、あ、そんくらいでもいいです。ちっちゃかったらそんくらいでやってみるとか、いろんなしゃくり方やって。で、逆にその稲葉さんのめっちゃ動かすしゃくりで来る可能性もゼロじゃないけどね。これを重量乗せようとしたら、もう大きくこんな感じでやったら重量がずっと乗りようでしょ。でも今中途半端になりようですもんね。なんか穂先で投げたいのかバットで投げたいのかの中間ぐらいの垂らしで中間の投げ方だけ。ヘギングも竿が細い割にヘギは重いけん、もう十分に垂らしつけて、で、このバットで投げるっていう感じでこうやったらめっちゃ飛ぶ。おい、はい、おい、はい、
今のうまい、ちょっと今かっこいい。そうそうそう、それで、ああそうそうそう、ぽいぽい、めっちゃ、もう一回めっちゃぽい、もう一回、ああいけんか、めっちゃ、いやでも今ね、マジでね、うまい人のしゃぐり方ね、だけあの、しわじきとかは脇に挟んでやるけ、力強く長くなってしまうけど、エギングはそういう手先で、はぁを引く。そうそうそう。あ、よかったよかった。よかった。もうちょっと上に投げるイメージでもいいかもしれないです。ちょっと下に叩きつけてるけ。はい、おいい。ピュッて言ったでしょ。ピュッて言いました。これがかっこいいんですよ。ピュッて言った。生さんも形から変えるけ、はい、入るけ。あのかっこいいキャストやったら別によかでしょ。はい、よくよく上手な人がやるやり方。はい、なんかすげえ、なんか余韻箱、はい、今の感じ分かるでしょ、はい、分かります。これなんかバスのバスプロとかがよくやるけど、はい、でなんか投げた後にみんな余韻箱、はい、かっこいいよ、ねえ、難しい。手話じきでめっちゃ飛ばす人のかっこつけた投げ方、かっちょいい投げ方は、はい、やっぱ体全体使って、はい、こう残すっすもんね、こうやって木村くん、木村くんがすればいいですか。カッコつけば、ラインが、そうそう、ラインがこう飛んできよったら、はい、こっち向きに飛んできよったらラインに当たらないように、こう飛んでいってんのにこうしたらそれは飛ばんでしょ、はい、ちょっとでも飛ぶように飛んでいってる方向に竿を向けると、ちょっとでも飛ばそうっていうことでしょうね、多分、はいはい、でもエギンガーそこまで飛ばさんでいけや、なんかこんな感じで。うわー、なんかすごいもん、ね、あの目の前に落ちた、目の前に落ちた。いや、なんか力入れて投げようとすると余計かっ、ダメですね、左手を軽く引くぐらいの、めっちゃ力入れた、なんか軽くスッて投げる感じ。おお、上手上手、かっこいい。
うちょっと、もうちょっとこの手は何ですかこれ違うなんかいや、もっつ位置が違うのか、もう一回巻きましょう。もっつ位置が違う。あと、やっぱ手首だけ使って投げた方がいいかもしれない。手首っていうか、その、ね、手元だけで投げた方がかっこよくは見える、ヘギングは。今の稲葉さんの投げ方は昭和時期の投げ方ですもんね。で、ちょっと、ラインを持つ手が変にやけん、持ってください。で、まだ下、そう、それ、これ？それ、最初ゆっくりからピュッピュッ、そう、最初ね、1個目ゆっくりする、そう、で、ゆっくりで、ジャジャッってね。あれ、ないやろね。さあ、もうイカなんて全くいないところにおるぞよ。だいぶ離れたよ。30メートルぐらいあるんじゃない？ご視聴ありがとうございました。今までもう買えなくなってたグッズ復刻版で出すことになりました。これはもう5年ぐらい前、これは前回の、これが一番好評だった。でこれもめっちゃ好評だった。でもう買えなかったんですけど、また復刻版で買えるようになってるんで、はい、ぜひ下のリンクから買ってください。これは売り物じゃありません。はい、さようなら。ありがとうございます。